高東区ではきょう、今日お釈迦様の誕生を祝う法要と交通安全運動を兼ねた深川花まつり交通安全パレードが開かれました。これは4月8日のお釈迦様の誕生日と春の交通安全運動の時期が重なることから、お練り、行列と交通安全パレードを同時開催したもので、今年で26回目を迎えます。パレードでは交通少年団の鼓笛や。 僧侶による伽楽の演奏の中、おちごさんの衣装を身にまとった幼稚園児らおよそ200人が沿道を練り歩きました。おちごさんとは仏教の神が子どもの姿になって人間界に現れたもので、昔からこの役を務めた子どもは丈夫に育つと言われています。おちごさんの姿を一目見ようと大勢の見物客で賑わいました。